はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はハーランドのチャレンジ、トロフィーマッチの攻略を皆さんにお送りしていこうと思います。クラカちゃんのケースケジ曲のケースケです。ポン！ということで、ハーランドのチャレンジ、ついに10個目のステージ、はい、解禁されました。でね、ちょスパセルに申し上げたいのが、いや、来ましたね、スーパーセル。たまにあるね、初心者攻略できるかどうか危ういチャレンジ。はい、こちら。はい、来ました。なんでかっていうと、ターンホール16の攻めを体験できます。初心者の方がいきなりターンホール16の攻めで、全開できんのかって言ったら、まあちょっと難しいじゃないですか。難しいんで、こういうのは正直やめてほしいなって思ってるんですけども、今回もね、初心者の方でも頑張れば、はい、クリアできる方法、頑張って探してきました。まあ初心者の方は、まあ、始めたてだけど、最高レベルの、はい、戦い、ユニットが使える、プレイができるって思ってね、頑張って、はい、クリア目指してください。はい、ということでね、ハーランチャレンジ再生リストにまとめてあります。概要欄かもしくは右上のおすすめに貼っておきますんで、まだね、手つけてない方、ぜひそちらから一気見の方よろしくお願いいたします。あとはね、ありがたいことに登録者、10万9000に突破いたしました。ありがとうございます。今年の目標は登録者11万人なので、まだチャンネル登録されてないか、されてない方は、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで、それではね、ハーランドのチャレンジ、トロフィーマッチの攻略をお送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、それでは今回もね、いつも通り初心者向けユニット解説行わさせていただきます。早く攻略法を知りたい方は概要欄にタイムスタンプ貼っておりますんで、ぜひそちらからスキップをしてご覧ください。で、今回はですね、解説してないのが、ディガーですね。ディガーはですね、はい、出すとね、潜ってんすよ。潜って、で、施設に到着すると出てきて、施設をね、攻撃するっていうユニットになってます。で、こいつね、潜ってる間ね、攻撃されません。例えばなんですけどね、ここ出すとですね、はい、大砲、はい、こんな感じで出てきてやっと反応しましたよね。なので、移動中は攻撃されないっていうユニットになってます。あとは、見習いウォーデンですね。見習いウォーデンは出すとね、ユニット、この円の中にいるユニットの HP が、増えるっていう、最大 HP が上昇するよっていう、そういうユニットになってます。レベルマックスだったと、確か 30% だったかな ?30% 増えるっていう、ユニットになってます。で、今回さらにですね、まあ、アチャクイはもう皆さん知ってますよね。で、クラクラはタウンホールレベル上がってくると、このアーチャークイにヒーラーをつけていくっていう戦術が使えるようになります。クイヒーって呼ばれます。はい。クイヒーでこんな感じで、なんかこう区画を削ってって、で、強い施設をゴリゴリ削ってってもらうみたいな、そんなね、戦術がね、できるようになります。今回はね、このクイヒー戦術を駆使して、で、あとはね、このディガーとホグライダーですね。はい。これディガホグって呼ばれる戦術なんですけど、ディガーとホグライダーを混ぜるっていう戦術になってます。なので今回このクイヒーディガホグで、全開を目指していくっていう、そんなチャレンジの攻略法となります。はい。それではね、攻略法解説していきましょう。まずはですね、タウンホール前、はい、4時の金庫の、ちょっと右あたりにバルーン一体出します。で、これでホーミングが出てくるんで、ホーミングを回収していってあげて、で、ウォールブレーカーで壁開け、そして金庫前から、クイヒーを入れていきます。はい、こんな感じで、入れていきましょう。で、あとはね、こうやってね、施設、叩いていってもらうんですけれども、これタウンホールね、中入ってきて、で、今、だけり、だ、殴ってますね。これタウンホール攻撃するとタウンホールが起動して攻撃するので、なので、はい、叩き始めるときにフリーズをかけて、で、そしてレイジをかけて圧着をね、しっかりと攻撃速度、はい、早めていきます。で、ここがタウンホール壊していきましたよね。で、さあ、ここから迫撃砲を殴るタイミングで、モノリスの前にスケルトンの呪文を落としていってあげます。ただ、今回はターゲット取られてしまったんで、一回フリーズをかけていって、足止めの方していってあげます。はい。で、ちょっと HP がやばいんで、レイジをね、もう一回足してってあげましょう。とにかく、レイジとフリーズを使ってってあげて、アーチャークイーンを守っていってあげてください。はい、こんな感じでね、守っていきますよと。で、ちょっとまたね、アーチャークイーンがね、まずいので、もう一回フリーズをね、かけていってあげて守っていきます。で、そしたらね、防衛援軍処理できたんで、そしたらね、2時の、はい、エリクサータンク、そして、2ですね、バーバリアンキングと、10日兵舎、
出してってあげます。そしたら、はい、あれです。3時方向からディガーをビャーつって面出ししてってあげて、で、ホグライダー、ウォーデン、ミナライドウォーデンを出してってあげます。で、これ、トームを撃つポイントなんですけど、ギガホグたちがここのクロスボウを壊すぐらいのタイミングで、はい、はい、トーム、かけていってあげましょう。で、ロイヤルチャンピオン出すのも忘れてたんで出していきます。出してってあげて、こんな感じでね、ギガホグたちをしっかりと進めていきます。で、ここからね、レイジ1枚もし余っていたら、ここでレイジ使ってってあげてください。で、さらにここで、イーグルを付近にヒールを打ってあげます。で、さらに、待って、インビジョン序盤間違って落としちゃった。ですけど、まあ、こんな感じで、イーグルにね、あたりにヒールの序盤落としていってあげてください。で、そしたらもう、呪文打つことがないので、ジャイアントスローバーを、ここの金山、テスラが生えてる、金山前に1体ですね、出してあげます。で、さらに、弊社前に角度をつけていってあげて、はい、ここからバインで、はい、ダメージ与えていきます。で、さあ、大砲壊れたんで、そしたら、マルチアーチャータワー、ここの赤いアーチャータワーに、めがけて、バーバリアンキッカーをね、2体展開していってあげましょう。で、これで、はい、ボールでズドンと壊していってもらいます。で、あとは残ってるユニットです、はですね、こう、施設の残り具合を見て、回収用に、はい、時間切れ防止用に回してってあげましょう。どこら辺残りそうかな。ここら辺、まあ、とりあえず出しとこうか。はい。ここら辺に出しておけば、こんな感じで、ちょっと今回は、ギリギリになっちゃったんですけども、はい、こういう風にクリアできるよねっていう、やり方になります。なので、テロップなしでもう一回ね、やってみましょう。はい。それでは、テロップなし攻略、やっていきましょう。まずは、バルーンで、ここね、ホーミング開始してって、スーパーウォールブレイカーで壁開け。で、からのアチャカイ出してって、ヒーラー5体、つけてってあげます。で、さあ、こっからね、見ていきましょう。いやー、これね、ちょっと初心者の方にはね、ちょっと忙しいと思うんですよね。ほんとね、たまにね、やってくるんですよ。チャレンジで、最高単砲隊の攻め。で、簡単な時もあるんですけど、今回、クイヒーとかこういったディガホグ、クイヒーって結構忙しいんで、初心者の方にね、にはね、ちょっと難しいんで、ちょっとやめてほしいなと思うんですよね。あと、レジ打つの忘れてた。さあどう？はい、壊すね。壊してくるんで、あ、待って、スケルトンに戻します。はい、スケルトン生成して、しっかりとタギ取ってもらいます。オッケー、タギ取れてるんで、後ろからウォールブレイカーを出してってあげて、ここね、壁開けの方、やっていきます。さあ、で、これで、モノリスと防衛具を処理していってほしいんですよね。なので、さあさあさあ、ここはちょっと進み早くさせるために、エイジも一発、使ってってあげましょう。さあ、使ってってあげて、で、ここから、ポイズンの呪文落としつつの、さあ、あとはここからモノリス。モノリスを先に壊して。オッケー。モノリスを壊せたら、ババキン。はい。投下弊社。あとはこっちからですね、ギガホグを展開していってあげます。もうここら辺で、まあ、あちゃくい、クイヒーは目離してっていいです。で、ホグライダーはちょっと気持ち、溜めてから出してってあげましょう。なんでかっていうと、ホグライダー防衛室優先なんで、ギガよりも先行するんですよね。なので、ちょっと溜めて出しました。でさあ、こっから、はい、ここのウィズ島に向かうタイミング、もしくはイーグル砲の隕石が着弾するタイミングで、はい、エターナルトム撃ってあげましょう。で、もしレイジが余っていたら、ここでレイジ使ってあげてください。で、ここの投石機に向かうタイミングでさあ、ヒーロー当ててってあげて、フリーズがもし余ってたら、この投石機、はい、マルチインフィオタワー、ポイズンタワーに当たるように、フリーズの呪文、落としてあげましょう。これがポイントです。で、あとはまあ、今回また、フリーズがもう一発余ってるんで、もう一発、撃っときましょうか。撃ってってあげます。で、そしたらもう、余るんで、呪文撃つことないんで、金山前に、はい、ジャイアントスローバー。で、ちょっと弊社前、弊社の、ちょっと角度をつけて、はい、出してってあげることで、大砲にバウンドダメージ入るかな。はい、はいはいはい、こんな感じ入りましたね。で、あとは、バーバリアンキッカーを、さっき言ったマルチアーチャータワー、前とかに、撃ってってあげます。さあ、ズドンと壊してってもらいました。で、そうすると、はい、こんな感じ全開できるよねっていう、感じの攻略法になります。いや、まあ、ただね、16の攻めなんで、で、そしてね、ディガホグなんすよね。これ、ルートライダーだったらもっと楽なんじゃないかなって思うんすけどね。なので、もしね、クリアできたらね、コメントの方、よろしくお願いします。で、もしクリアできなかったら、難しかったポイント、はい、ぜひね、教えてください。そしたらコメント返して、なんかアドバイスできるかもしれないんで、よろしくお願いいたします。ケースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。
はい、そんな感じで今回はハーランドのチャレンジ10個目のステージ、トロフィーマッチですね。こちらにご利口動画でお送りしていきました。いや、ちょっとついにね、来ましたね。はい、最高単包帯のチャレンジ。来てしまったんでね、クリアできる方どれぐらいいらっしゃるかね、ちょっとね、心配なんですよね。はい。ということで、こういう風にね、クラカー動画ほぼ毎日投稿しておりますし、ハーランドチャレンジ、まだね、あと2個残っております。2個のね、チャレンジの攻略法もね、動画にしていきますんで、最新情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。